こんにちは、チャッキーです。いつもチャッキーチャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。気がつけばあっという間にもう12月の31日になってしまいました。今日は1年間今シーズンのサップを続けてみて感じたことや楽しかったこと、やっぱり一番思い出に残っているのは初めてサップをしに行った時です。お花見サップということだったのですが、天気は結構悪かったので、天気は風も強かったし雨も降ってきて、しかもまだ北海道の春先なのでとても寒い。そしてチャッキーはサップを今回買ったのが初めて、タヘっていうのを買ったんですけれども、そのサップを買ったばかりで全く道具の使い方とかもあまりわからないというような状態で参加したサップでした。それがこちらの映像になります。このような感じでサップにまず乗るのも怖いし、そもそもサップが重すぎてサップを運ぶのも大変、そんな感じの状況だったのですが、ガイドさんたちもすごい手伝ってくれたので、なんとか、すごい不安だったんですけれども、なんとか無事にとっても楽しく初めてのサップを終えることができました。この時すごくサップ始めるの不安だったんですけれども、ガイドさんはじめ一緒にサップに参加した方々も話してくれたりとかしてとても楽しかったので、とても良かったかなと思ってます。さっきのような感じで、まずは初心者サップ、初めてサップするチャッキーだったんですけれども、1年間休みの日といえばサップ行くみたいな感じで、いつものサップ仲間の人たちとサップ行ったり、そんなこと繰り返してたら、今年の終わりの方にはいつの間にか一人でサップ行けるようになんとかなってました。最初の頃は初心者なので全く漕ぐのも下手だし、乗るのも遅いし、いろいろと不自由なことが多かったんですけれども、まあ、徐々に感覚忘れないうちに、なるべくこう連続、初めてやったら来週もやるとか、そんな感じで体のサップの感覚を忘れないように適度にサップの予定が入っていたので、最終的に一人で比較的場所を選んでいけるようになったかなっていう感じです。そんな感じで1年間振り返って、最後の方には一人でサップ行けるようになるまでなんとか上達しました。まあ、その映像を今までずっと毎回、初めから初めてサップに乗った時、その次、またその次っていう風にずっとこの動画をアップし続けているっていうのが、こちらのチャッキーチャンネルになってます。それでは次に、思い出に残ってるサップ、次の映像を紹介したいと思います。やっぱり一番綺麗、すごく綺麗で印象に残っているのは支笏湖ですね。秋の紅葉サップ、そして早朝サップ、そちらの映像がこちらになります。紅葉がすごく色鮮やかに彩っていて、なおかつ湖面もこの時はコンディションがすごく良くって、穏やかで日の出もすごく綺麗でした。こんなすごい綺麗な景色を見れるのはサップしてるからだなっていう風にすごく感じました。自然にあまり興味がない人とかでも、こういう映像を見るとサップ面白そうだなとか、興味持ってもらえるんじゃないかなとも思いました。次に、よく一人で練習に行ってたビビ川なんですけれども、ビビ川は水位もまあ少なく、比較的そんなまあ浅めだし、川の流れもそんなにきつくないので、一人で練習するのにはビビ川がいいんじゃないっていう話を聞いてたので、
まず最初に一番独り立ちするために行ったのがビビ川でした。その時の映像がこちらです。そういった感じで今年の今シーズンサップを始めてからシーズン終わるまでサップの思い出を振り返ったのですけれども、楽しいです。今日は1年間サップを始めてからどんなサップが楽しかったか、心に残っていたか振り返ってみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もともとチャッキーはアウトドアスポーツっていうものを全くしたことがなかったし、泳げないし、水もまあ、顔つけるだけでもちょっと結構息できなくなっちゃう感じの状態だったんですけれども、自然の中に触れて自然の中で遊ぶっていうのを今年初めて本格的にやってみて、本当に初めてよかったと心から思いました。そんな感じでチャッキーの周りにもサップ気になってるんだけどどんな感じかわからないとか、始めてみたいけどって言ってる方結構いるんですけれども、ぜひチャッキーの初めてサップした時からの動画見ていただいて、実際に初心者の人でもサップ始めてどれぐらいの頻度で行ってたらどんな感じで上達してるのかなっていうのが、まあ包み隠さず動画になってますので、よかったら見てみて、サップ始めたいなとか迷ってる人がいれば参考にしていただけたらいいかなって思っています。ということで、アウトドアスポーツサップなんですけれども、初心者で始めてみた結果ワンシーズン通してどうなったかっていうと、最終的にすっごく面白かったです。そんな感じでサップとっても楽しいので、ぜひ興味持っていただけたら、これ以外のチャッキーの動画もたくさん見ていただけたらと思います。それでは今年1年サップ初心者のチャッキーチャンネルを温かくご視聴いただき、皆さん本当にどうもありがとうございました。